ご案内いたします。ご乗車の列車は青森17時11分発の上野行きの寝台特急あけぼのです。車内には公衆電話、自動販売機、食堂車、車内販売の営業等ございません。お買い物は青森駅のホーム、売店、自動販売機等をご利用ください。またお買い物等でお席をお立ちの際は現金貴重品身につけてお持ちください。ちょっとの隙にお切り気、すり、盗難に遭われませんよう現金貴重品の他には十分ご注意ください。青森の発車17時11分です。発車まで4分ほどお待ちください。ご案内いたします。青森17時11分発の上野行きの寝台特急あけぼのです。あと1分少々で発車いたします。ご乗車のままでお待ちください。上野行きの寝台特急あけぼのです。ご乗車ありがとうございます。上野行きの寝台特急あけぼのです。青森行き17時11分時間通りの発車です。これから先の止まる駅と到着時刻、所定時刻でご案内いたします。次は新青森に止まります。新青森17時17分弘前17時56分大鰐温泉18時7分碇ヶ関18時16分大館18時36分鷹の巣18時53分二ツ井19時5分東野城19時21分森竹19時35分八郎潟19時51分秋田20時29分秋田を出ますと宇後本庄、仁賀保、木坂田、湯座、酒田には22時17分余留、鶴岡、渥美温泉、村上、柴田、新津、高崎には明日の朝4時46分大宮には5時53分終点の上野には6時20分の到着予定です。途中降りの際にはお忘れ物ございませんようご注意ください。先頭車1号車です。1号車2号車の順で一番後ろ6号車です。6両で運転してまいります。1号車から4号車までと6号車は B 寝台車です。5号車は B 寝台の個室車両です。車内は5号車 B 寝台の個室車両の室内を除きましてすべて禁煙です。通路、デッキ、洗面所、お手洗い含めましてすべて禁煙です。禁煙にご協力をお願いいたします。車内には公衆電話、自動販売機、食堂車、車内販売の営業等ございません。あらかじめご了承ください。お客様にお願いですが、各車両の出入り口付近にくず物入れを備え付けてございます。弁当の空き箱や空き缶などございましたらついでの時で結構ですので、くず物入れにお捨てくださいますよう、綺麗な車内で楽しいご旅行ができますようお客様のご協力をお願いいたします。また携帯電話をお持ちのお客様にお願いいたします。着信はマナーモードに設定の上、通話の際はデッキに出てお話しくださいますよう、周りのお客様のご迷惑となりませんようご協力をお願いいたします。発表してまいります車掌は秋田運輸区の加賀谷と須田です。途中の秋田までご案内してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。本日も臨時の寝台特急あけぼのをご利用いただきましてありがとうございます。
次は新青森に停まります。まもなく新青森に停車をいたします。新青森は2番線到着で降り口は右側です。新青森の発車17時24分です。7分ほど停車いたします。発車までしばらくお待ちください。新青森の発車は17時24分です。撮影などで乗り遅れのございませんようにご注意ください。まもなく新青森に停車です。お待たせいたしました。次は弘前に停まりますが、次の津軽新城でも下り列車待ち合わせのための停車がございます。あらかじめご了承ください。お待たせいたしました。次は弘前に停まります。弘前には17時56分の到着予定です。まもなく弘前に停車です。3番線到着、降り口は右側です。弘前の次は大網温泉に停まります。ご乗車ありがとうございました。弘前に停車です。まもなく大網温泉に停車です。降り口は右側です。大網温泉の次は碇ヶ関に停まります。ご乗車ありがとうございました。大網温泉に停車です。まもなく碇ヶ関に停車です。1番線到着、降り口は左側です。碇ヶ関の次は大館に停まります。ご乗車ありがとうございました。碇ヶ関に停車です。まもなく大館に停車です。1番線到着、降り口は左側です。大館の次は高野巣に停まります。ご乗車ありがとうございました。大館に停車です。まもなく高野巣に停車です。1番線到着、降り口は左側です。高野巣の次は二ツ井に停まります。ご乗車ありがとうございました。高野巣に停車です。まもなく二ツ井に停車です。1番線到着、降り口は左側です。二つ井の次は東の城に停まります。ご乗車ありがとうございました。二つ井に停車です。まもなく東の城に停車です。1番線到着、降り口は左側です。東の城の次は森竹に停まります。ご乗車ありがとうございました。東の城に停車です。失礼いたしました。停止信号です。北金岡、列車待ち合わせのための停車です。発車まで少々お待ちください。まもなく森竹に停車です。1番線到着、降り口は左側です。森竹の次は八郎潟に停まります。ご乗車ありがとうございました。森竹に停車です。まもなく八郎潟に停車です。2番線到着、降り口は左側です。八郎潟の次は秋田に停まります。八郎潟で2分ほど停車いたします。発車まで少々お待ちください。お待たせいたしました。次は秋田ですが、
途中追い分けで、下り列車待ち合わせのための停車がございます。あらかじめご了承ください。追い分けです。臨時の停車です。発車まで4分ほどお待ちください。お待たせいたしました。次は秋田に停まります。ただいま列車は時間通り運転いたしております。このままの時間通り参りますと秋田で3分ほど停車いたします。秋田で、ジュースやお茶やコーヒーなどお買い求めのお客様、秋田の到着ホーム、2番線では6号車付近にしか自動販売機がございません。2番線には売店ございません。自動販売機は6号車付近のホームにございます。ご利用のお客様、あらかじめ6号車付近までおいでになりましてお待ちください。秋田では所定時間につきまして3分ほどの停車です。乗り遅れのございませんようにご注意ください。次は秋田に停まります。まもなく秋田に停車をいたします。秋田の到着ホームは2番線降り口は右側です。秋田の次は宇後本庄に停まります。なお秋田から車掌を交代いたします。秋田から先終点の上野までも秋田運輸区の車掌が担当いたします。引き続きよろしくお願いいたします。秋田の発車は20時32分です。発車ベルが鳴り終わりますとドアが閉まります。乗り遅れのないようにご注意ください。先ほどもご案内いたしましたが、ホームには売店がございません。自動販売機は6号車付近のホームにございます。ご利用のお客様、あらかじめ6号車付近においでください。秋田の発車20時32分です。乗り遅れのございませんようにご注意ください。ご乗車ありがとうございました。まもなく秋田に停車をいたします。お待たせをいたしました。ご乗車ありがとうございます。宇越上越高崎線経由の臨時の寝台特急あけぼの号上野行きです。次は宇後本庄に停まります。なお途中の宇後牛島で列車の行き来による臨時の停車をいたします。そのため少々停まります。ご乗車ありがとうございます。宇後牛島です。列車行き来による臨時の停車です。そのため少々停まります。臨時の停車です。お客様にお知らせをいたします。交換となります下りの列車8分ほど遅れております。そのため宇後牛島で交換をいたします。発車までもう5、6分ほど待ちください。いたしました。ご乗車ありがとうございます。宇越上越高崎線経由臨時の寝台特急あけぼの号上野駅です。ただいま宇後牛島駅を3分ほど遅れて発車をしております。なおこれから先の止まります駅と到着時刻を所定の到着時刻でご案内をいたします。次は宇後本庄に停まります。宇後本庄には21時13分、仁賀保21時26分、木
酒田21時36分、湯座22時3分、酒田22時17分、余留22時30分、鶴岡22時46分、厚見温泉23時11分、村上23時56分、柴田0時24分、新津0時50分、高崎明朝4時46分、大宮5時53分、終点の上野には6時20分の到着です。列車は6両電で迫ります。前の方から1号車、2号車、3号車で一番後ろが6号車となっております。前4両と6号車、1号車、2号車、3号車、4号車と6号車は B 寝台車です。5号車は B 個室となっております。なお、おタバコを吸える車両は個室のみとなっております。5号車の B 個室、ご利用のお客様のみとなっております。で、その他の車両、またはトイレ、お手洗い、デッキも禁煙とさせていただいております。禁煙にご協力をお願いいたします。担当いたします車掌は秋田行きの菊池と畠山です。終点の上野までご案内いたします。どうぞよろしくお願いいたします。また、この列車には食堂車の設備ございません。また、自動販売機の設備、公衆電話の設備もございません。あらかじめご承知ください。また、車内販売も営業いたしません。どうぞ、ご承知ください。また、どうぞ、貴重品の保管には十分ご注意ください。貴重品の保管には十分ご注意ください。なお、寝台専用列車でございますので、放送によるご案内は、これをもちまして一旦控えさせていただきます。なお、寝台専用列車でございますので、放送によるご案内は、これをもちまして一旦控えさせていただきます。お休みのお客様もございますので、どうぞ、お酒など入りますと、お声が高くなります。周りのお客様に、ご注意ください。なお、寝台専用列車でございますので、放送によるご案内は、明朝大宮発車過ぎてから6時からの放送となります。大宮発車後の放送によるご案内は、6時から放送によるご案内をしてまいります。臨時の寝台特急あけぼの号上野行きです。次は宇後本庄に停まります。それではごゆっくりお休みください。皆様おはようございます。おはようございます。ただいまの時刻6時を回っております。列車臨時のあけぼの号時刻通り運転をしております。およそ20分ほどで終点の上野です。ご乗車のお客様、そろそろお目覚めになりまして、お支度をしてお待ちください。今日は4月の29日火曜日です。およそ20分ほどで終点の上野です。ご案内いたします。およそ5分ほどで終点の上野です。上野の到着ホームは13番線です。袖口は右側です。どなた様も車内にお忘れ物などなさいませんよう、お手回り品お確かめの上降りください。棚の上、帽子掛け、座席の周り等、お手回り品を今一度お確かめの上降りください。上野から常磐線特急スーパーひたち3号いわき行きは17番線から7時ちょうどの連絡です。普
普通列車の勝田行きは9番線から6時31分です。その後の勝田行きは10番線から6時51分です。常磐線の取手までの快速列車は11番線、12番線です。山手線の内回り田端池袋方面は2番線です。山手線の外回り東京品川方面は3番線です。京浜東北線王子赤羽方面は1番線です。京浜東北線の横浜桜木町方面は4番線です。千葉方面の普通電車は秋葉原からの乗り換えとなります。また内房外房の快速横須賀線京葉線は東京駅地下ホームからの乗り換えとなります。また東海道山陽新幹線も東京駅からの乗り換えとなります。光のぞみ臨時ののぞみ号各東海道山陽新幹線は東京駅からの乗り換えとなります。今日も臨時の寝台特急あけぼの号をご利用いただきましてありがとうございました。またのご旅行にもビジネスにも JR 東日本ご利用くださいますようお願いいたします。まもなく終点の上野に停まります。13番線に到着いたします。お出口は右側です。どうぞお忘れ物なさいませぬるください。